575型トランジスターカーブトレーサーは NPN、PNP PN 両方のトランジスターの動的な特性を5インチの CRT に表示できる。いくつかの異なるトランジスターの特性曲線が表示できる。半導体カーブトレーサーはダイオード、トランジスタ、サイリスタなどの半導体素子の特性を測定するための機器である。オシロスコープをベースに電圧源。 電流源を備えて、非測定物への因果をする。基本動作原理は、ダットに送印された電圧を因果して、その時に流れる電流を測定する。この結果は、いわゆる V、I カーブとして画面表示される。使用者はダットへの最大因果電圧、因果電圧極性、ダットと直列に入れる負荷抵抗値などを設定できる。ダイオードや、 ダイアックなどの二端子素子は以上の方法で十分に特性を評価できる。カーブトレーサーはダイオードの順方向電圧、逆方向リーク電流、逆方向ブレークダウン電圧などのパラメータ測定ができる。ダイアックのようにトリガーできる素子の場合は、順方向、逆方向のトリガー電圧が明確に表示される。トンネルダイオードのように不正抵抗を持つ素子が持つ。 非連続的な特性も表示される。主層インターミナル出力は数千ボルトまでのインカが可能であり、また低電圧時には数十アンペアから機種によっては数百アンペアまで可能である。三端子素子には追加の接続が必要になる。通常はステップ電圧源もしくはステップ電流源がダットの制御ターミナルに接続される。この制御ターミナルをステップ上に 変化させながら、スターミナルの電圧を送引することで、一連の部位、I 曲線群が得られる。この曲線群から、トランジスターのゲインや、サイリスタやトライアックのトリガー電圧を測定できる。多くの素子では、ステップ電流源を用いる。また、フェットでは、ステップ電圧源が用いる。カーブトレーサーには、通常2端子、3端子素子に接続が簡単にできる仕組みが、 備わっているその方法は一般的なトランジスターやダイオードのパッケージにあったソケットである。ほとんどのカーブトレーサーは2つの素子を同時に接続可能である。これにより2つのトランジスターがマッチした状況を作り、作動アンプなどの回路動作を最適化するのに使われる。これは右の写真の中に見えるトグルスイッチで2つのダットを素早く切り替えて、 測定される特性曲線群を比べることで行われる。カーブトレーサーは、ケルビン接続が可能な測定アダプターを装備している。皮肉なことに、最初の半導体カーブトレーサーは、真空間回路によって構成されていた。サイエンティフィックテストインクのカーブトレーサーは、テクトロニクスのものとは異なる特徴を持つ。テクトロニクス575型カーブトレーサーは、 典型的なこの時代のカーブトレーサーである。この時代では、半導体素子では、必要な測定をするための測定信号が、発生できなかったのである。現在では、カーブトレーサーはすべて半導体化している。また測定の自動化も進んでおり、使用者が楽にデータを取って、ダットを含めた安全も確保されている。岩崎通信機やジレント、テクノロジー社サイエンティフィックテスト、 インク、シャテクトロニクス社ソニーテクトロニクス社 B&K プレシジョン社リーダーエレクトロニクス社ガン、通計速社は2009年7月7日に半導体カーブドレーサ CS-3000 シリーズを発売。アジェロント社はフォーチューン500の会社であり、電子測定機のリーダーである。B1505A 型は2009年4月1日から注文可能である。 サイエンティフィックテスト、インク、社は、カーブトレーサーを現在製造中でサポートも継続中である。製品の詳細がある。以下のテクトロニクス社のページには370バイトと371バイト型の詳細があるが、どちらの製品も廃止されている。再製品のカーブトレーサーが中古品業者から入手できるかもしれない。カーブトレーサーは、 致命的な電圧や電流を発生することがあり、使用者の感電の危険性がある。現在のカーブトレーサーはしばしば物理的な隔離装置やインターロック機能を有し、使用者が危険な電圧や電流に直接触れる危険を避けている。だとも、測定時には熱くなるので、使用者の火傷の危険性がある。ありがとうございます。